本町線は、愛媛県松山市大手町の本町1丁目、停留場から同市、本町の本町6丁目停留場までを結ぶ、伊予鉄道の軌道路線である。本町3丁目停留場以北は1962年に開業した、伊予鉄道の軌道線で一番新しい路線である。2020年4月11日以降平日のみの運行となり、土日祝日は、 全便運休となっている。市内線の系統図この路線にほぼ並行するバス路線として、伊予鉄バス北条線がある。1911年9月に開通した松山電気軌道がルーツで、薩野知事本長間は現路線の東側の路地を通っていた。1948年、旧松山電気軌道線が1946年に休止されて以来、 途切れていた西堀忠本町三丁目間が本町線として開業。本町通り拡幅に伴い軌道を道路中央に移設した。すべての停留場が愛媛県松山市に所在国道196号線沿いに山越、鴨川方面まで延伸して人口密度が非常に高いが鉄道空白地帯となっているこれらの地域と 松山市駅を直接結ぶという構想が昔からあるが具体化していない。伏線化などが必要であるものの、バス路線が四国で最も高頻度運転を行っている区間の一つでもあり、延伸された場合は道路線が盲腸路線ではなくなる。松山市も公共交通の利便性向上や低炭素社会を実現するためには有効な手段であるとしており、 国道196号を整備するときには道路管理者である国に要望していきたいとしている。しかしながら運行本数が大きく削減され、延伸構想は愚か逆に損賠論議すら出かねない状況に置かれることとなった。ありがとうございます。